クジラ、ホエールは、哺乳類のクジラ目、あるいはクジラ玉、ひづめ目のクジラクボバ類に属する水生動物の総称であり、その形態から、ハクジラとヒゲクジラに大別される。ハクジラの中でも、比較的小型、生体の体長が4メートル前後以下の種類をイルカと呼ぶことが多いが、この区別は分類上においては明確なものではない。身体的特徴水中生活への適応。哺乳類としての特徴、ヒゲクジラ亜目及びハクジラ亜目で生態も異なるため、それぞれの項も参照。また、クジラの骨格の特徴について詳しくは鯨骨を参照。クジラの祖先は新生代の始新世初期、南アジアで陸上生活をしていた肉食性哺乳類パキケトゥスの仲間とされている。かつては暁、新生の原始的な有ひづめ類であるメソニクスとの関係が考えられた。近年ではクジラ玉、ひづめ目に分類し、現在のカバと共通の祖先を有する、牛目に起源を求める見解が有力である。当時はインド亜大陸がアジア大陸に衝突しつつあって、両者の間には後にヒマラヤ山脈として隆起する浅い海が広がっており、クジラ類の陸から海中への進出は、その環境に適応したものとされる。クジラ類は、生物分類上は、クジラ目に属し、ヒゲクジラ亜目と、ハクジラ亜目に分けられる。ヒゲクジラ類は、ろ過節食に適応し、小魚やプランクトンのような小型の生物を主に食べるが、ハクジラ類は主に魚類やイカ類を食べる。近年の DNA 解析で、クジラは、豚や牛よりもカバに最も近縁であるという説が提示されている。その説と分岐分類学に従い、ローラシやケモノウア目の下に、クジラ目と玉、ひづめ目を合わせたクジラ玉、ひづめ目、クジラ、牛目を新設し、それに含むべきという意見もある。クジラ目の項も参照。一生の間、必ず歯を持っており、クジラヒゲはない。外鼻孔は1個であるが、少し中に入ったところで2道に分かれている。原生の種類は10か、34属、74種に上る。マッコウクジラか、赤棒クジラか、ゴンドウクジラ属などに属する約20種の他は皆、小型で、いわゆるイルカ類と言われている。クジラには一定の生息場所はないが、元来は比較的段階のものと考えられる。それが水温の高低に対して、適応範囲が広くなり、かつ食物等の関係で寒冷な極海まで近寄るようになったものと思わる。例えばシロナガスクジラ、ナガスクジラ、イワシクジラなどのヒゲクジラ類においては、世界中の海洋に分布しているが、食物を求める回遊のため南北両極付近に集まるのは有名である。しかし南北両半球では、季節が逆のため、クジラが赤道を越えて回遊することはほとんどない。ただしザトウクジラでは観測例もある。クジラの海洋におけるバイオマスの大きさは古くから知られるところであり、その生態系での役割も決して小さくはない。クジラは小魚やオキアミなどの餌を大量に食べ、同時に大量に排泄する糞は動物プランクトンや小魚の餌となり、植物プランクトンに必要な栄養塩となって光合成を促進する。植物プランクトンの増加は、動物プランクトンやイワシなどの魚類に栄養豊富な餌を与えて、生育を促すことは自明の理であるが、問題となっている二酸化炭素の大幅な増加が懸念される。中でも、マッコウクジラは垂直方向へも栄養塩を運ぶ。すなわち、深海に住む生物を餌にすることで、一旦沈んだ栄養塩を海面まで引き上げている。主にヒゲクジラの仲間には、魚類が月下記のエビス伝承の根拠となっており、特にカツオクジラやニタリクジラにカツオがつくのは強制であると指摘されるが、ノルウェーでは1900年代からアイスランドの沖合で10年の間にクジラを取り尽くした1300頭ほど取れたものが、最終的に15頭しか取れなくなった際に、クジラについて回遊する性質の魚までいなくなり、一般漁民からの抗議があり、ノルウェー政府は、領海外での捕鯨を推奨した事例がある。クジラは、死後も分解され、海底においては、鯨骨生物群衆を形成しているが、陸上に座礁した死骸も、カラスやクマ、キツネなどの動物に食べられて、生物分解される。海と陸では動植物に含まれる窒素の同位体の割合が異なり、環境中での窒素同位体比を測定することによって、海洋生物も陸上生物の栄養源になっていることが明らかになっている。同様に、捕食されたクジラの遺骸に含まれる海のミネラルが糞などを介して、陸地の植物に吸収され重要な栄養分になり、利用される。含有するミネラルには、植物の成長を早める効果もある。主な記事、クジラ目の知性。クジラは指導、学習、協力、計画、苦悩することで知られている。多くのクジラ種の新皮質は、2007年以前は、人科のみに存在するとされた細長い、紡錘形神経細胞に存在する。人間ではこれらの神経細胞は、社会的接触、情動、判断、精神理論に関連する。クジラの紡錘形神経細胞は、人間の紡錘形神経細胞の位置に相当する脳部分にあり、同様の機能を有すると考えられる。以前は、脳の大きさは、動物の知性の主な指標として考えられていた。脳のほとんどの部分は、身体機能の維持に使用されるため、脳重量比が高ければ高いほど、より複雑な認知機能に利用できる脳重量が増えることを示唆する。アロメトリー分析によると、哺乳類の脳の大きさは、体重の約2、3乗、または3、4乗に比例する。動物の脳の大きさをアロメトリー分析に基づいて予想する脳の大きさと比較するものに脳化指数があり、この指数は、動物の知性の指標の一つとして使用される。マッコウクジラは地球上の動物では最大の脳重量を有し、成長したオスの平均の脳の大きさは8000立方センチメートル490イン3であり、重量は 7.8kg、17ポンドである。これに比較すると成人男子の平均の脳の大きさは1450立方センチメートル88イン3である。ベルーガやイッカク等のハクジラの脳重量比は人間に次いで高い。小規模なクジラは複雑な遊戯を行うことで知られている。例として水中で安定した空心のドーナツ状、渦巻きリングやバブルリングを作る遊びがある。バブルリングの作成には水中で急速に空気を吐き、これが水面上にリングとして表出するものと、反復的にリング上に泳ぎ停止することで螺旋渦に空気が噴出する主な2つの方法がある。彼らはまた渦巻き状のリングを噛むことを楽しむようで、多数の別々のバブルに飛び込み、急速に水上に上昇したりする。これをある種のコミュニケーションと考える者もいる。クジラはまた漁のためにバブルネット、泡の網を作ることで知られている。大規模なクジラもある程度遊ぶと考えられている。例えばセミクジラは尾ひれを水上に上げ、長時間そのままのポジションを保つ。これはセーリングとして知られる行動で遊びの一種と考えられ、アルゼンチンや南アフリカの沿岸で最もよく見られる。ザトウクジラもこれを行う。クジラの発生はいくつかの目的を果たすと考えられている。ザトウクジラなどの特定の種に属するクジラは、クジラの歌として知られるメロディのような音を発して行進する。クジラは種によって極めて大きな音を発する。ザトウクジラの発する音は、クリック音などの突発音であるが、ハクジラ類は2万ワットの音、プラス 73dBm、またはプラス 43dBW を発するソナーを使用し、その音は遠方からでも聞こえるとされる。捕獲されたクジラは人間のスピーチを模倣することで知られている。科学者にはクジラは人間との意思伝達を強く希望するが、人間とは異なる発声構造を持つため相当な努力を払って人間のスピーを模倣するという説を提唱する者もいる。クジラはホイッスルとクリックスと呼ばれる音響信号を発する。クリックスは高帯域での急速な突発音でソナーに使用されるが、低い周波数帯の発生はコミュニケーションのような非エコロケー4用途に使用されることがある。例としてベルーガが発するパルス音がある。一連のクリック音のパルスは35から50ミリセカンドの間隔で発せられ、一般的にクリック音の間隔はターゲットに対す音の往復時間より多少長い。ホイッスルは共帯域の周波数変調、FM 信号で交信などのコミュニケーションの目的に使用される。詳しい情報、及びクジラ目の座礁、人間が間接的にクジラの脅威になることがある。クジラが商業漁業の網に誤って不随漁獲物として引っかかったり、釣り針を飲み込むことがある。クジラやその他の海洋哺乳類の死の大きな原因に刺し網や巻き網漁がある。赤帽クジラは漁網に頻繁に絡まる。クジラはまた海洋汚染にも影響される。これらの動物は食物連鎖で上位にあり、大量の有機薬品が体内に蓄積しやすい。特にハクジラはヒゲクジラと比較して食物連鎖の上位にあるため多量の脂肪層を有し、母親の毒素が授乳により子クジラに伝達されることがある。これらの汚染物質は胃腸がんを起こしたり、感染病にかかりやすくなる体質を形成したりする。また、プラスチックの袋などの廃棄物を飲み込み、汚染されることがある。環境保護論者は高度な海軍のソナーがクジラを危険にさらすと考える。科学者の中には、クジラが減圧障害を経験する証拠を指摘し、ソナーがクジラの浜辺乗り上げを引き起こすことを示唆する者もいる。IWC は、南極海クジラサンクチュアリとインド洋海クジラサンクチュアリという2つのクジラ保護区を指定した。南極海クジラサンクチュアリは 3056,860 平方キロメートル、1179,9610 平方マイルを範囲とし、南極を含む。インド洋海クジラサンクチュアリは、南緯55度以南のインド洋を禁漁区に指定する。IWC は、有志団体で条約ではない。いかなる国の国民もこれに束縛されることはなく、IWC は同団体が定める法を施行することはできない。2013年の時点で国際自然保護連合 IUCN は86種のクジラ目種を認識し、そのうち40種はクジラと考慮される。6種は深刻な危機、大西洋セミクジラ、危機、シロナガスクジラ、セミクジラ、イワシクジラ、気球、マッコウクジラに分類され、危機に瀕していると認識される。21種はデータ不足と分類される。南極や北極に生息する種は、最近の気候変動、特に海氷が生じ溶ける、時期の影響を受け危機に瀕していると考慮される。万葉集では、今のクジラを指すとされる言葉は、イサナ、クジラ魚、クジラナ、イサナ、フチ魚、イサ魚または、イサであり、捕鯨は、イサナ取り、イサナ取るである。クジラ鯨、鯨鯨という呼称も一般的であった。海原駅顕著、日本釈明中魚、元禄13年、1700年や新井白石著、東雅19臨海、享保4年、1719年によれば、クは、古語で黒を表し、白は白を表し、黒白で、クシラであった。その後、地は、地に転じて、クチラになり、地が、地に変わり、クジラになったと解説している。また、日本口語大辞典では、クは古漢語で、大を意味し、潮、獣、らを、接尾語としている。その他、体言界では、唇、口広が変化したものとし、日本捕鯨語以降では、クジンら、球広らが変化したものとしている。クジラは古来哺乳類ではなく、魚と思われていたが、大きさが普通ではなかったことから、計、兆の万倍の他に、10⁶のような、計り知れない魚ということで、魚と計を合わせて、となったという説がある。クジラ体あるいは、鯨肉の本科は、黒い表皮と白い脂肪層に見立てた黒白のデザインに由来するものが多い。また、クジラの大きさを受けた言葉も多い。クジラは、世界の様々な地域で新生種されている。日本においても、漁業神や漂着神、頼神信仰として神格化されてきた。アイヌ民族は頼クジラをもたらすとしてハクジラ類のシャチを、沖の神としており、同様の例として、捕鯨地であった石川県の牛津でも、捕鯨対象のクジラを追い込んでくれるシャチを、種と呼んでいた。日本では、クジラは捕獲の対象であると同時に、信仰の対象であった。日本では、鯛と釣り竿を持つ姿で知られ漁業の神でもある、恵比寿との同意詩がなされた。由来については、諸説あるが、現在でも漁師が、クジラにカツオがつく様子を、クジラつきと呼ぶように、魚群の水先案内として、鯨類を目印としていて、その魚群を見つけ出す力を神聖視していたためと言われる。東北、近畿、九州の各地方をはじめ日本各地で、クジラ類を、恵比寿と呼んでいて、恵比寿の化身や仮の姿と捉えて、神格化していた。これらは似たりクジラにカツオがついたり、イルカにキハダマグロがつくように、クジラ類に同じ餌、イワシなどの群衆性小魚類を食べる魚がつく、生態から生まれた伝承であると考えられ、水産庁の加藤秀弘は、似たりクジラとカツオの共生関係及び、恵比寿信仰との共通点を指摘している。日本において、よりクジラ、流れクジラと呼ばれた漂着クジラも、恵比寿と呼んで、口実のような資源利用が盛んであり、より神信仰の起源とも言われている。特に三浦半島や能登半島や佐渡島などに顕著に残り、伝承されている。よりクジラの到来は、七浦が潤うとも言われ、恵比寿が身を挺して住民に恵みをもたらしてくれたものという理解もされていた。もっとも土地によって、逆の解釈もあり、恵比寿であるよりクジラを食べると不良になるという伝承も存在した。海浜地域において、海上の安全や大漁祈願などの漁業の神として祀っているが、いくつかの地域では内陸部においても河川や水源の近くにある岩や石をクジラと見立てて、クジラ石やクジラ岩と呼び、治水や水源の水の神として祀っているところもある。太地町和歌山県。日本における捕鯨発祥の地であると言われている。鯨骨、クジラの骨は、先史時代から世界各地で狩猟具として加工利用されてきたことが、貝塚の発掘から判明している。日本においては、縄文時代や弥生時代の貝塚から、狩猟具だけでなく、工業製品を加工する作業台や、宗教儀式で使われたと推察される。装飾刀剣が発見され、いろいろな形でクジラの骨の利用がなされてきた。江戸時代にはクジラ細工として根付をはじめ様々な工芸品を生み出し、日本の伝統文化として受け継がれている。近代において、マッコウクジラの歯は象牙などと同様に彫り物などの工芸品に加工され、ことがある。パイプや印材などに用いられた例がある。古来からイヌイットは、木の育たない環境で生きてきたため、住居の骨組みにクジラの骨を使っている。また近年では、カナダ、アメリカの先住民であるイヌイットや、ニュージーランドの先住民であるマオリが、歴史的にクジラを利用してきた経緯から、クジラの歯や骨を加工した工芸品を作成している。一角の牙は、中近世では薬として用いられた。ただし、一角獣の角とされ、クジラの歯であることが知られずに使われることも多かった。古くから、クジラから採取した肉や皮を食べる習慣がある国や地域が存在する。日本、インドネシア、フィリピン、ノルウェー、アイスランド、グリーンランド、フェロー諸島、アラスカ、カナダなどであり、民族的、文化的な伝統の食材として、調理法も多岐にわたっている。日本でも多様で高度に洗練された調理法が存在し、和食文化の重要な一部分を占めている。食用部位も赤身の肉のみならず、脂側や内臓、軟骨など、国や地域によって多様である。イギリスやフランスなどの西ヨーロッパでも、食用習慣がなかったわけではないが、近海資源の枯渇などから消滅した。クジラヒゲは、ヒゲクジラ類にのみ見られる部位で、上顎の本来歯が生えるべき部分の皮膚が変化してできたものである。爪と同じく終始伸び続ける特性を持ち、両側合わせて600枚近くになることもある。クジラのヒゲは捕食の際に歯の代わりを行うもので、ヒゲクジラ類は大量の海水とともに餌を吸い込んだ。あと、海水だけを吐き出して餌だけを食べるのだが、この時に餌を口の中に留めておくフィルターの役割を果たすのがヒゲである。主な餌の違いから、クジラ種によって形状、性質はかなり異なる。クジラのヒゲは適度な硬さと柔軟性、軽さを備えており、捕鯨の発達した地域では、プラスチックがなかった時代には、工芸などの分野で盛んに用いられた。特にセミクジラのものが長大で柔軟なため、珍重された。日本におけるクジラのヒゲの利用は、釣り竿の先端部分、ゼンマイ、上下の肩絹を成形するための部品など多岐に渡るが、特に有名なのは呉服刺し。ここから、いわゆる、クジラ柙という単位の名が生まれたと、文楽人形の頭を動かすための操作策である。西洋では、コルセットやドレスの腰を膨らませるための骨としても、用られた。鯨は、クジラの脂側や骨などから採取した脂であって、白ナガスクジラ、ナガスクジラ、イワシクジラ等のヒゲクジラ類から取った、ナガスクジラ油と、マッコウクジラ、土クジラ等のハクジラ類から取った、マッコウ鯨油があるが、単に鯨油といった場合は前者を指すことが多い。鯨は古くから東洋、石鹸原料、グリセリン原料、製革工業、研磨剤等に使用されていたが、近年では硬化鯨油として食用油、マーガリン原料など、化粧品原料など、さらに広範囲に利用された。クジラ一頭から取れる油量は白ナガスクジラで約120バレルである。白ナガスクジラから取れる油量は、他のクジラから取れる油量の最小公倍数であったため、捕鯨頭数などは白ナガスに換算して表示された。マッコウクジラ頭部のメロン体周囲の背に束、線筋はテニスラケットのガットに用いられた。メロン体の皮膜は太平洋戦争中には皮革原料に使用された。マッコウクジラの腸内生成物は硫氩鉱と称し、香料として珍重された。一部の部位は薬品類の原料にも用いる。肝臓からは肝油が採取される。脳下垂体や膵臓、甲状腺などからはホルモン剤が生産されていた。鯨油の採取後の搾りかすや食用外の肉などは肥料用に使用されることがあった。日本ではクジラ肥と呼ばれた。肉、骨、皮などを煮て、石臼などで粉砕したものであり、イワシ肥などと同様の海産肥料として使われた。江戸時代から、鯨油の搾りかすの再利用等として行われている。ただし、鯨油の採取後の搾りかすは食用、油かすにされることもあった。明治時代以降に、近代捕鯨基地として使われた宮城県牡鹿町、相川浜、県石巻市などでは、クジラ肥生産が、地場産業として栄えていた。食用習慣のない多くの近代欧米諸国では、採油に向かない赤身の主要な用途であった。同様に飼料用にも用いられたことがある。特に毛皮用のミンクの飼料に多く用いられた。イギリスなどでは、ペットフード用にも用いた。2008年には、北極地方を除くすべての海洋で1300万人の人々が、ホエールウォッチングに参加した。クジラへの害を最小化するために、ルールや行動規範が制定された。アイスランド、日本、ノルウェーには、捕鯨とホエールウォッチングの両産業が存在する。ホエールウォッチングロビーストはボートに近づいたり、ホエールウォッチングトリップで観光客を楽ませる最も探求的なクジラが、同領域で捕鯨が再開されたとき、捕鯨の最初の対象になるのではと懸念している。ホエールウォッチングは世界中の旅行産業で年間21億米ドル、14億英ポンドの収益計上し、約1万3000人を雇用する。これに対し、捕鯨産業は捕鯨の一時禁止を含んでも年間3100米ドル、2000万英ポンドの収益を計上する。産業の大きさと急成長のために、クジラの自然資源としての最善使用に関する複雑な論争が捕鯨産業との間で起こり、未だに継続している。ホエールウォッチングはクジラが到来する地域の貴重な観光資源となっている。による2000年の調査によると、全世界でホエールウォッチングに訪れる客の数は1130万人、おそらく年産業規模としては14億ドル以上となっているという。財団法人日本鯨類研究所の計算によると、世界中のクジラ類、クジライルカシャチが食する餌の消費量は魚、イカなどの軟体動物、オキアミなどの甲殻類を合わせると 2.5 から 4.3 億トンとされている。これは1996年当時における世界中の人間の魚の消費量9000万トンの3倍から5倍と計算される。保護されたために増えすぎたクジラによって海洋のバイオマス、生物資源減少しており、捕鯨は海洋生物資源の保全につながるという意見もある。クジラの消費するバイオマスの量については、捕鯨に賛成、反対のそれぞれの立場からの説明となってしまうことが多いが、必ずしも捕鯨に賛成、反対の立場からのみ発生した見解が出ると限ることはできない。といった事実から、捕鯨がどの程度を、特にクジラを除く生物資源の管理に役立つのか明確でない点が多く、それを示す研究結果も少ない。現在の群衆生態学によれば、実際の生態系は、ピラミッド状の単純な食物連鎖ではなく、食物網と呼ばれる網の目のような複雑な関係にあるとする知見が得られてきている。食物網の概念によれば、たとえどの網の箇所でも引っ張れば、全体に影響し歪みを与え、それと同様に、乱獲や過剰保護などの極端な資源運営を行えば、バイオマスのバランスが崩れる要因になる。近年ではなどの生態系モデルと呼ばれる研究が行われており、その目的の一つがクジラを含めたフードウェブを数値モデル化するための科学的データの提供とされる。日本鯨類研究所の大隅清二と田村力による世界の海洋におけるクジラ類の食物消費量を元にしたとされるのがクジラ食害論である。世界の海洋におけるクジラ類の食物消費量があくまでも食物網の研究から漁業とクジラ類の捕食の競合を示そうとしているのに対して、こちらの論説ではクジラが増えすぎると魚類を食い尽くすという論旨であり、水産庁などが監修した一般書籍には多く見られる。日本捕鯨協会による簡単な説明は以下の通りである。基本的にクジラ目を2分する、ヒゲクジラ目のクジラのほとんどは1年のうち1、4は極地で採餌し、残りの3、4の期間は赤道付近で餌を食べずに繁殖を行うため、例としてシロナガスクジラでは年間に自分の体重の4倍程度しか食事をしないため、見た目のイメージで大食漢と決めつけられるものではないという意見もある。特にヒゲクジラ目のクジラは前述のように極地で採餌するため、地球上の半分である南半球では主として南極海で最も豊富な南極オキアミが消費されるが、これは年間数千万トンの余剰資源があるとされる。他にもマッコウクジラは主に深海の軟体動物を食べ、ハクジラアモクのクジラ類には深海スゴのイカ類に依存するものが多い。他には砂浜のゴカイなどの生き物を捕食するコククジラや、クジラ類そのものを捕食するシャチなど、80種近いクジラの生態及び食性は様々であり、また、ナガスクジラ科のクジラ種のようにその時期に対餌生物を食べるため、餌生物も特定のものに限定されるわけではないため、人間の漁業と間接的にしか競合していない部分も大きい。科学的に不確かな部分が多いという指摘に対して、田村力は、オキアミだけを捕食していた種類もあり、不確かな部分も多く、この説は世界に叩き台を提供するためのものであると、それを認めた上で、さらなる調査が必要であるとしている。イギリスの水産大臣、当時エリオット・モーリーは、科学的に不確かな点が多く、クジラの影響もわからないので、商業捕鯨再開の理由足りえないとしている。かつて鯨類研究所に所属していた、粕谷俊夫教授はクジラ、特にナガスクジラ科のクジラは、過去にはもっと多く生息していたが魚がいなくなる現象は起きておらず、前提に無理がある。漁獲対象にしていない魚類をクジラがどの程度食べているか明確でなく、あくまで仮定に過ぎないとしている。研究者の関口雄介は前述の捕鯨によって、生物網を調整し、漁業資源を増やす案の現実性について、それは熱帯域から極地に生息するおよそ80種類のクジラ類を管理しなければならない。つまり、地球上の海洋全体のコントロールが可能でなければできないことであり、現代の科学技術では当面不可能であると見ている。WWF ジャパンはこの見解に関しては、科学的根拠の不足を指摘している。WWF ジャパン自然保護委員の松田横浜国立大学教授は確かに、日本鯨類研究所は、クジラがたくさん捕食するのを証明しているが、主要な生態学の教科書に引用される、ピーター・ヨジスの間接効果理論によれば、食物網の効果で必ずしも捕食が、水産資源の減少になるわけではない点が、数学論的に立証されており、多数の生態学者からも批判されていると、農林水産省の会議で発言している。ミンククジラなどは、その海域に多く生息する魚を食べていると1998年に報告された。イギリスの環境活動家であるジョージ・マンビは、クジラが鉄分や窒素を豊富に含む栄養子を海面に供給することによって、表層生態系の基礎生産を支えており、魚類の増加につながっていると指摘しており、クジラ食害論に対して逆の結論を導いている。大久保東海大学海洋学部専任講師は2009年の IWC 会合では、日本の政府代表団がクジラによる水産資源の減少を決めつけてはいないとした点を踏まえた上で、前述の関口雄介の説に連なる水産庁が目指すクジラ類の複数種一括管理は実現可能性が低い事実、既存の RMP を尊重するべきであるとのことと仮説に過ぎないものを大々的にアピールするのは日の科学の信頼性を損ねると農林水産省の会議で発言している。前、FAO 水産局長の野村一郎は上記の松田大久保の指摘する、この説の科学的な信憑性が低い点を踏まえて、捕鯨再開のためにクジラによる漁業被害を PR するのはむしろ、イメージ的に良くないのでは、以下としている。アップ通信によると、世界自然保護会議においては、この説は、科学的証拠が不足しているとする動議に、日本を含めた捕鯨国も署名する予定であったと報道している。アメリカ海洋大気局海洋漁業局、北東部漁業科学センターに勤務するピーター・コーカランは、この説を裏付ける科学的証拠が存在しないと述べた上で、漁獲資源の減少理由としてこの説を持ち出すことで、人間による乱獲という根本的な問題への対処がおろそかになるという問題を指摘している。捕鯨問題クジラ害獣論も参照。クジラの被害自治体。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。